がついたら今僕はここにいた。四国の香川県の観音寺、観音寺市の中にある箕浦という駅まで自転車で来てね、今映っていたのが事故を起こした当該車ですね。ちょっと下のスカートの部分が破損しておりましたね。へこんでおりましたね。これ反対方向に行く特急電車が来ましたね。で、なんか通過電車とかもね、特急電車が行き交っておりますけど、各駅停車はなかなか来ませんでしたね。もっとね、自転車でね、先まで行けばよかったなと思ったんですけどね。もうすぐ来るんじゃないかなと思っていたんですよね。この事故を起こしたですね、列車がね、引き下がっていきます。この当該車に乗せてくれたらよかったのになと思ったんですけどね。そういうわけにはいかないんです。この先でね、踏切事故があったんじゃないかなと思うんですけどね。詳しいことは分かんない。電動車椅子と列車のね、特急電車の事故でしたね。8月26日ですね。駅の近くまで海が見えております。そんな瀬戸内海の駅でございます。この列車は普通列車の高松駅です。本日横浜線地震事故のためダイヤが乱れております。ご利用の方のため捕獲しておりますことをお詫び申し上げます。箕浦駅は約30分遅れて発車しております。次は豊浜です。きれいな瀬戸内海を眺めながら進んでおります。住宅街、商業地域、商業施設があるような街並みをすすり抜けていきます。向かう先は宅間という駅ですね。宅間という駅まで500いくらかな。このね、水戸吉に入っていくんですね。輪行してね、そして降りていきます。